ろです。今日はずっとやるやる言ってやってなかったキッチン紹介パフパフをねちょっとやりたいかなっていうふうに思ってて、なんで急にねやろうかと思ったかというと、まあ、ずっとやりたかったんだけど、片付けをねしようかと、うん、こういろいろあるんだよ、いろいろあるんだけど、こうちょっとねこう掃除しながら片付けしながらなんかこういろいろ紹介できるものをね、紹介できるもんあんのかな、あ、分かんないけど紹介できるものを紹介していこうかなって、そんな風に思います。料理は全然しません。ひたすらね片付けをしていきたいと思いますのでね、あ、こんな風になってんだなと思いながら、多分ね料理動画で出てきてないものとかもあると思いますので、なんかあこんなのもあったんだっていう感じで、多分私もあこんなのあったっけみたいな感じになると思いますがね、ぜひね一緒に掃除しながら、キッチンの掃除しながらね、見てくれたら嬉しいです。それじゃあキッチンの片付け頑張るぞー。おーじゃあね早速拭いていきます。いつもだいたいなんかこういうねなんか油汚れを分解とかなんかそういう系のやつで、まあ調味料とかはなんか拭いていくかな。で今日はまずここをやってこう、ここをやってってやってこう、もう物とかをねまずどんどん出してしまおう。ラー油、このラー油は結構辛め、美味しいよ、辛くて美味しい。でちょっと段ボールの方にねどんどんこう入れていこうと思います。味の素もう少ないね、うん、詰め替えがある。よいしょ。トップバリューの穀物酢、トップバリュー強いねやっぱね、安いよよいしょ。そしてしょっつる、もうしょっつるいつもこのまま、全然、まあ、使う時もあるけどそこまでいっぱいは使わないからな、いつもキャップだけこう拭いて終わり。これはよいしょ。で油、まあでもなんかそんないつもよりはベタっとはしてないかな。よし油、コチュジャン、コチュジャン、こいつはもうたまに使う感じかなはい、そして、東丸の薄口醤油、薄口醤油東丸美味しいよね。よいしょ。だいたい醤油は濃い口、あもう濃い口今ないんだけど、濃い口薄口うまいタレぐらいかな。あとはなんかお土産とかでもらったやつとかね、だいたい友達とかお土産何がいいって聞かれたら醤油って答えるいろんな地域にいろんな醤油があるからね、いろんなやっぱりお醤油試したよね。でこれは、ドンキのオリーブオイル、安いんだよ。あとちょっとだなと思ってからしばらく経ってるけど全然まだなくならない。はい、あっという間に下の段が終わりました。まあ、こんな感じだね。じゃあちょっと次は上の段やろうかな。まあ、これはコンソメ。いつも通りだね。これは塩。もうね、雪塩って書いてあるけど、もう中は普通の塩。今入ってないね。詰め替えなきゃ。まあ、とりあえず拭いて。もう雪塩、いつ？これだって姉からのお下がりでもらって、それからずっと詰め替えて使ってる。中身は全然雪塩じゃない、雪塩。それから、この子も使わなきゃって言って全然使ってない。シナモンシュガー。トーストにね、やるとうまいって、なんかお姉ちゃんが言ってそのまんまなんだよね。まあ姉からのお下がり系はもうだいたい3、4年前になっちゃうから、もう3年前か。とんでもなく恐ろしい衝撃になってるものとかもある。ねえ。よいしょ。この子が結構ね、ほこりたまるんよね。これはバニラオイル。結構夏はアイスクリーム作るんだけど、その時に使ってるかな。よいしょ。冷蔵庫とか閉まった方がいいんだろうね、きっとね。さて、それから、
うまいカレー濃い口醤油がね、本当は手前にあるんだけど、だいたい濃い口、うまいタレ、まあみりん、お酒の順番でいつも並べてて、でまあ濃い口は昨日一昨日かな、なくなったかな。みりん、これもトップバリュー。お酒ね、お酒っていうかまあ料理酒、ピッカ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 ピピッカ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 ピー、よし、こんなもんかな。あとはこれだね。今は全然入ってない、片栗粉と、なんだろう、小麦粉が本当は入ってたかな。これ砂糖だね。ちょっとこれもふきふきして、これは意外と綺麗。あ、もうこれはちょっと砂糖が入ってるからこっちに置いとこう。はい、調味料系がここは終わりました。だいぶちょっと黄色いかな、どうだろうね。まあなんかちょっと余ってるからここでも拭いとくか。ちょっと五徳くんをこっちに置いとこうか。ここの脇にかかってるやつはとりあえずこの黄色とこの赤はセットなんだよね。セットっていうか同じところの、なんだ、ビアレティちょっと読み方わかんないんだけど、フランスかイタリアのお土産です。かわいいでしょね。これたまにあのワンパンとかで、ワンパン料理とかで出てくるやつだね。これはあのミルクとか、あとそうだ、ロイヤルミルクティー作るときとかよく使ってるかな。ミルクパンみたいな雰囲気。ちょっとこっちに入れとこう。よいしょ。そんなに拭かなくてもいいやつは、あ、これはこれ洗った方が良さそうだな。ちょっと洗い場に行こう。はい、洗い場行き。この子はなんかなんだろう、あんま使わないね。あんま使わないけど可愛いから持ってるって感じかなで、ここの2つのこのフライパンは、これはお下がりなんだよな。目玉焼きとかによく使うかな。これもよく使う。はい、こんな感じに、もうすっからかんだわでね、すっからかんにしたら、まあいつもはだいたいこれあのキッチンハイター、なんていうの、油を取るやつ、あれでプシューってやって洗い流すっていうことをいつもやってるかな。これ今日はちょっと一旦どいとこう。綺麗になったねで、あとはここだね。ここもちょっと紹介しつつやっていこう。これはお気に入りなんだよ。これもお下がりなんだけど、すごく可愛くない？ですごくね、なんかアロハって書いてある。あれ誰だっけ、どなたかがこれなんかでどうちゃらって教えてくれた。こういう風にできて柄がめちゃくちゃ可愛い。もうちょっとなんか焦げちゃったりとかもしてるんだけど大事に使ってる。これもね、姉からのお下がりです。これも使いやすいからね、もうずっと使ってたい。これ頑張りたいよね。もう洗濯機とかに入れて洗ってるよし。でそれからまあ、これは中華鍋、これは買ったね。彼と横浜中華街に行った時に買ったやつかな。結構いい感じに成長してるよね、この鍋もね。いいね。これ大きいから最後かな。一旦ここに置いとこう。で、これも買ったやつ。これはね、なんか、グアムかな？グアムの忘れたんだけれども、そこで買ったやつかな。なんか安いところがあってね、そこで買ったんだよね。これも大きいから後でしまおう。これはパスタとか使ってるかな。で、あとはこれだね。プーさんの鍋敷きと鍋つかみ、これはね、ゼクシーの付録だったかな。だいたいね、ゼクシーの付録、プーさんほんと可愛いから、もうなんか可愛いだけで買ってる。この付録目当てで。これも鍋つかみっぽくなるんだ。
あんま使ってないかな。なんか可愛くて飾ってる。で、そして、このわ、こっち行くか、先な。これはピーラーは出てくるよね。うん。で、これはチーズをガリガリするやつなんだけど、これはもうね、削り部長が、いるじゃん。あ、ほらほら、この子がいるから、もうね、全然使ってないね、このチーズの子は。ちょっとこの子は、要検討だな。ちょっと、役目を終えたかもしれん。で、これはなんか、アク取ったり、なんか揚げ物するときに頑張るやつ。で、これは、まあ、ピザをこう、するやつだね。で、これはたまーに出てくる、まあ、株の皮剥くときによく使うんだけど、なんかピーラーの縦板。あと、なんかこれ、こうなってるから、こう、なんだ、芯とかをね、こう、ガッて、ガッ、ポコって取れたりもする。使い勝手はめちゃくちゃいい。刃物系危ないから、ちょっと、こっちに避けとくか。で、まあ、あとはもうほとんど動画に出てきたやつだね。これは、まあ、混ぜるやつで。混ぜるやつ。これは、潰すやつね。うん。みんな、後で、こう、これはマッシャーか。マッシャー。もうなんかもう、正式名称がわからん。で、これはね、セットで買ったんよ。しかも、よいしょ。これはセットで買って、で、これと同じとこで買ったかな、確か。まあいい感じよね。で、これはお下がり、これはお下がり。だいたい緑セットはお下がりだね。姉からのお下がり。これもだからそう、これお玉置きなんだけど、これもお下がりだよね。一緒にしとこう。で、あとはティファールの、おっとっと、ティファールのお鍋の取っ手かな。こんな感じ。はい。それから、ハサミ。これは、アマゾンで買ったかな。これはね、買い直した。あ、これも危ないから、こっち置いとこうか。で、あとは、これだよ。一番のお気に入りの蓋。これ、いいんだよ。すごい。これ頑張ってゴシゴシして、ここまで綺麗になったけど、あとは全然綺麗にならなかったけど、なんか使いやすいんだよね。これも姉からのお下がり。これはもうずっと前からじゃない？姉が一人暮らし始めた時に多分買ったやつで、それがこのまま私に来たって感じかな。いいね。これほんと使いやすい。よいしょ。で、あとはこれは、実は私が、フロリダにあるディズニーワールドに行ってきて、ディズニーワールドお土産を姉に渡して、で、姉が、道具とかをね、私にくれるときに、これも一緒にいいよって言ってくれたやつ。私がお土産で買ってきたやつが私に戻ってきたってやつだね。いやー、ディズニーワールド行きたいなー。あの時は8日間くらいかな、確か。ずーっと遊んでましたね。はい。で、そしていつも出てくる鍋敷。これもお下がりだね。だいたい緑の姉、ピンクの姉がいるって感じ。で、ピンクの姉が先に一人暮らししてて、で、二人暮らしを始めて、で、姉が別の一人暮らし始めて、姉が別の一人暮らし始めて、で、荷物はだいたいこっちの姉の方になってたから、で、こっちの姉のものを私が全部もらうっていう、そんな感じかな。すごい説明が下手くそだった。まあ、そんな話はいいでしょう。で、まあ、こんな感じで。よいしょ。で、あとはこれ。これは、新しく買ったやつだね、私が。いちごのまな板。かわいい。これも大事に使ってる。これは母に買ってもらったんだっけな、確か。ちょっと忘れちゃったけど。まあ、そんな感じでーす。おぉ、だいぶ綺麗になってきたね。ちょっとこれの紹介でもしようかな。これはね、もう全部、ダイソーだった気がする。引っ越してきて、なんか、ほんとはここにね、料理道具がバーってあるんだけど、もう全然入んないんだよ。入んないから、ぶら下げたいってことで、まあ、ここに、まあ、ぶら下げ、
られるようにね、まあ作ろうっていうことで、いいのがあったんよね。で、まあよくこういうのは、なんか見るじゃん。で、これにつける、このなんかフックみたいのが売ってて、で、ここの、このね、換気扇のここがちょうど引っかかるから、ここに引っかかるこういうのをね、買ったんだよね。これもね、ダイソーに売ってんの。で、これ2つ買って、で、これにぶら下げて、でっていう感じかな。もうどんな重さにも耐えられる。だって、中華鍋をぶら下げても大丈夫な感じだからね。で、大体鍋たちはここに引っ掛けてるって感じかな。うん。本当はね、無地が良かったんだけど、無地が売ってなくて、なんか柄が書いてあるやつを当時買ったかな。最近はね、結構無地が売ってるけど、まあ、気になんないからね。このままにしてる。じゃあこれちょっと取り外して拭こうかな。ということで、綺麗になりました。もう結構ね、パパパって拭いちゃえばね、早くできちゃうんだよ、こんな感じでね。わー、すっきりした。でね、このね、元にあったものたちをこうひたすら戻していくっていう作業をしていきます。ですが、今日はですね、まあここにあったものたちは元に戻していきません。箱に詰めたまんまどうしてかっていうと、じゃじゃーん、新しいキッチンになりました。めっちゃ声が響くということでね、お話ししたいことがたくさんありますので、次回の動画でまた詳細をお話ししたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。